18日、淵野辺公園多目的広場で、第6回相模原滝技能が開催されました。詰めかけたおよそ2000人の市民を幽玄の世界に包み込んだ今年の演目は、宝生流舞囃子清常、大倉流狂言千鳥、宝生流能紅葉狩り。この滝技能は昭和62年に相模原市の50万人都市記念事業の一環として催されて以来、毎年行われています。風に揺らめくかがり火の光が幻想的な雰囲気を醸し出す中、芝生広場に設けられた特設舞台で能の舞が演じられ、子どもからお年寄りまで心ゆくまで堪能しました。小学校6年生の児童を対象にした農業体験学習が行われました。子どもが農家に一日滞在し農作業をすることによって、農業の大切さと働くことの喜びを知ってもらおうと毎年行われています。56個の農家に112人の体験学習。畑でごぼうを抜いたり、ビニールハウスではこういう傷んだところがあるやつは取ってやるっていうね。農家の方に教えていただきながらベゴニアの手入れをしたり、夏休みの楽しい思い出になったよね。ふれあい動物広場は昭和60年に開設されました。ミニ動物園ともいえるこの広場は、日頃自然や動物たちと身近に接する機会の少なくなった子どもたちが動物に触れたり観察したりすることができるようにと作られました。子どもたちの人気も高く、入園者も増えてきたため、昨年のグリーンウェーブの開催に合わせて拡大移転。広さは3倍、その上飼育する動物も増えました。そこで今回はこのふれあい動物広場でただいま大活躍中の動物クラブをレポートします。ふれあい動物広場が募集した動物たちの世話をする動物クラブ員は、現在小学校3年生から中学校1年生までの男女30名が都合の良い時間に参加しています。まず出席簿に来た時間を書きます。この帽子と名札が動物クラブ員のパスポートです。お帽子かぶったりとかするとなんか気分変わる？今日もやるぞって感じで。ワクワクする？あとはどういうふうに思う？楽しいと思う。今日のお仕事は職員のお姉さんと相談して決まります。モルモットとウサギです。白井さとみちゃんと、さっきの中、思うの
高越なつきちゃん。とっても楽しいから毎日来たいなとはいつも思ってます。二人はモルモットとウサギの糞の始末です。エプロンをかけて頑張っているのは井上隆之くん。何なの？掃除機。外のモルモット小屋ではモルモットを移動し、村田久美ちゃんと、やっぱりたわし使わないときれいになる。村松弥生ちゃん、二人はモルモット小屋の掃除をしています。鳥の水を取り替えるのと、あと餌、鳥の餌をあげるの。鳥の世話をするのは今日が初めての門倉康弘くん。これもうちょっと、もういい、うん、であそこの上に戻って、動物クラブ院を作られた目的を教えてください。はい、最近相模原市でもですね、だんだん、マンション等のですね、集合住宅が増えまして、動物をですね、家庭で飼うことができなくなる。で、そういう飼育の体験なんかが家庭でできないというようなことで、子どもたちにですね、こういう施設を使って、体験学習ができたらというふうに思っています。それとそういう動物の飼育を通してですね、子どもたちが、命の大切さとか自然や環境のね、大切さみたいなものを少しでも理解してくれれば、また動物と接するマナーをですね、より大勢の人たちに広めていけたりとかできればいいなと思っております。ふれあい広場で小さな子どもたちの優しいお姉さん役で頑張る湯浅ひろみちゃん。膝の上に広げて、午前中のお仕事が終わって、みんなで仲良くお弁当の時間です。はい、はい、はおかずなんか午前中のお仕事は掃除、午後からは動物の食事作りがメインです。汗を流しながらリンゴと格闘しているのは村松光太くん。一方ひろみちゃんはさすが女の子。こちらはアライグマのお家です。
こちらのグループはモルモットとウサギの新鮮な餌を求めて草取りに。クズの葉をカゴいっぱいに取りました。早速取ってきた葉っぱをモルモットとウサギにあげました。ヤギの健康のためにビタミン剤をつけた餌を一つずつ食べさせているのは佐々木彩香ちゃん。これからバター作りをしますけど、今日は量が少ないからこういう風に瓶に入れて、で生クリームをこうやってシャカシャカ振ってでバター作りをします。で泡がだんだんね塊になってくる。何バター。沖津優子さんは小学校3年生から参加している動物クラブ員30名の中で一番お姉さんの中学1年生。熱いと固まりにくいので冷やしながらみんなで代わるがあるシャカシャカ。およそ20分で生クリームが。水洗いして布巾から出して取ってくれるやつか。水入れるの。塩を加えて混ぜると、初めて作ったバターの味は、うん、っできた。帰る時には出席簿に帰る時間と今日したことを書きます。何が一番楽しかった。リンゴ切る。リンゴ切るの、うん、で、シマリスが食べてくれたでしょ。うんうん、嬉しかった。うん、よかった。今日一日楽しかった。今度いつ来るの。また明日も来ると思う。何かしてみたいことってある。チーズとかまだ作ってないから作ってみたい。みんな動物がとっても好きで、優しくて素直でキラキラ輝いていて素敵だったよ。今の気持ちをいつまでもずっと持ち続けてね。10月17日日曜日に南清掃工場でリサイクルフェア93を開催します。このフェアで展示プレゼントするリサイクル品を集めています。ご家庭で不要となったまだ十分に使える家具や電化製品、日用品がございましたら回収も行っていますのでご協力をお願いいたします。受付は9月22日までの月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。ゴミの減量化資源化のために多くの皆さんの申し込みをお待ちしています。